1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。5コース5号艇の深澤ですが、これは早いタイミング、1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中です。お手元の船券は大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。これは早いスタート、フライングがありました。5番の深澤選手はフライング変換欠場、5番の深澤はフライング変換欠場です。従いまして5番に関する投票権はすべて払い戻し変換、お手元の投票権は大切にお持ちください。123-456スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。お手元投票券は大切にお持ちになっていてください。インコースの1号艇後藤ですけれども、少し早かったかお知らせです。第1レース、1号艇の後藤隼人、フライング変換欠場、1に関する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。1番、2番、3番。4番、5番、6番です。第5レース。スタートしました。5コースからわずかに好タイミングが5艇の佐藤を伸ばせるか引っかかっておりますが、それでも強気に握っていく5号艇の佐藤。陰線1号艇の三浦少々膨らんだ。後ろをついて2号艇の尾形。先頭リードは6艇身です。5号艇の佐藤が単独。2番手は3艇身優勢2号艇尾形。内側から6号艇大塚。外が1号艇三浦。スタートは正常です。2番手センターから2号艇尾形が先行する。6号艇大塚内を行く。奥から刺して、うわっと1号艇4号艇ガツンでありまして、1号艇三浦大きく後退です。戦列復帰できるかどうか三浦。5艇が2周目に入りまして、バックスレッジ先行艇は5号艇佐藤、2番手2号艇尾形、3番手6号艇の大塚です。お知らせいたします。1号艇の三浦洋次郎はエンストのため失格です。1番、2番、3番、5番、6番、4番です。9レース、スタートしました。ほぼ揃って極端な差はありません。スリット後4コース5コース、この辺りがじわっと伸ばしていった。インコースから1号艇渡辺迎え撃つ。外前でいく。6号艇杉山、内を通って5号艇広瀬、空いた内くるっと入って2号艇の大塚、セントラスが3艇横に広がる状態。アウトは1号艇渡辺、真ん中半歩リードは5号艇広瀬、内側から2号艇大塚。スタートは正常です。一周にマークの旋回へ、センターから先に取る構えは5号艇広瀬、内側タイトな旋回強いられて2号艇大塚、ズバッとガツンとおっとジャンプして1号艇2号艇接触です。ヒヤッとするシーンでありました。大丈夫でしょうか。現在4艇が2周目に入りました。体型564、1号艇の渡辺動けません。21マークの旋回からバックステージに入りました5号艇広瀬、2番手6号艇杉山です。3番手は4号艇の小林、3号艇の松本の競り合い。お知らせいたします。1号艇の渡辺英二はエンストのため失格。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5号艇の加藤、そして4号艇の小西が好スタートを切っています。インからまずは逃げ体勢、1号艇の松山、内から2号艇の石田、まくり出す3号艇中島、その後ろ4号艇の小西が内から続いていきます。押し切ったか1号艇松山翔吾、3号艇の中島前を追っていきます。2番手です。3番手4号艇小西雄星、外に2号艇の石田、2艇審査5号艇加藤、6号艇酒井最高峰でスタートは正常です。先頭1号艇松山翔吾トップターン、3号艇の中島が内から差を詰めていきますが、1号艇松山翔吾逃げました。単独で先頭です。3番手争いは4号艇の小西がわずかに前も、内から2号艇の石田、外に6号艇の酒井追走して5号艇の加藤最高峰です。2周1マーク、1号艇松山、3号艇中島先頭2番手、3番手2号艇の石田が先に旋回、内から4号艇小西が差を詰めようとします。バックスレッジ入って2号艇の石田が一定身優勢、内から外に切り替えるか、4号艇の小西前を追う、その後ろは6号艇の酒井、5号艇加藤の順で2周2マークへと向かっていきます。
3番手争い2号艇の石田内から先に旋回、外に行く4号艇の小西ホームストレッチへ戻ります。内2号艇の石田聖子がここで若干のリードを広げて1-3-2の体型、その後ろ4艇身ほど離れました4号艇の小西4番手追走、これから最終周回です。インから押し切りました1号艇松山翔吾が先頭、3号艇中島光平が2番手です。3番手は2号艇石田聖子と上位体型は1番3番2番、3番手と4番手の定冠広がりました。その後ろ6号艇の酒井5番手、5号艇加藤正也1マークでアクシデントです。なお、お知らせいたします。5号艇加藤正也は転覆のため失格、5号艇加藤正也転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番の枠なり、まもなくスタート、2秒前、1秒前、今スタートしていきました。お知らせいたします。第12レーススタートにきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。第12レースは4号艇の小池周慶、フライング変換欠場、4番に関する船券は全てお返しいたします。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。ゼロ台スタート、内側の5艇がほぼ揃ったスタートとなりました。各艇一周の1マーク、インから先艇1号艇谷口、2号艇秋山が指して外を行った3号艇古田、内側から4号艇島、バックストレッチへとありますが、先頭ですが踏ん張る1号艇谷口かれん、2番手ですが3艇固まる状況、外から3号艇古田、内側から4号艇島、挟まれて外に行ったのは2号艇秋山となっています。なおスタートは正常です。一周にマーク1号艇谷口に対してプレッシャーは4号艇島、そして切り込んでくるのは3号艇、さらには2号艇でホームスレッチへとあります。先頭リードを取ったのは1号艇谷口、2番手ですが3号艇古田が単独、3番手争いが3手の攻防、2号艇4号艇6号艇、この3艇による3番手争い、レースは2周目1マークです。上2艇は1番3番、3番手最内から6号艇中田健太、外前2号艇秋山、4号艇で向こう上面へと入っています。3番手ですが外から2号艇秋山、内側から6号艇中田、並走状態となっています。3番手争い、後方は4号艇5号艇、レースは2周にマーク。3番手争い、内に変わっていた4号艇島由伸、かわしながら旋回は6号艇中田、2号艇秋山はここが一歩後退、3番手ここで6号艇中田が単独、1番3番6番の体勢、レースは最終周回へと移ります。6艇全艇がゼロ台スタートとなりました。その中で押し切りました。先頭1号艇谷口かれん、2番手3号艇古田祐樹、3番手には6号艇中田健太、バックに入って上位3艇1番3番6番の体勢となっています。ここで差がついて後方は4号艇2号艇5号艇、レースは最終コーナーへと移ります。ラストコーナーからホームストレッチ、先頭は1号艇谷口、2番手は3号艇古田、3番手6号艇中田でホームストレッチ、上位体型は1番3番6番、先頭1番谷口ゴーリン、2着3番古田ゴーリン、3着6番中田ゴーリン、4番2番ゴーリン、なお後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。5号艇田頭虎司が転覆失格、5号艇田頭は転覆失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。ダッシュ勢確定、思い切ったスタート、1周1枚開けて向かっていきます。現在スタート判定中となっています。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。5号艇山田理央フライング返還決勝、5番に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。まさにセンター勢3コース3号艇川上、4号艇三好がコースタート、確定1周の1マークです。先手は1号艇
三島外を行った3号艇川上、さす2号艇4号艇バックストレッチへとあります。先頭争いですが1号艇2号艇の攻防、逃げる1号艇三島に刺していった2号艇メンドリほぼ並走状態、3番手も3号艇4号艇2艇並んでいる状態となっています。なおスタートは正常となっています。内側から抵抗は2号艇メンドリ、1号艇三島、2艇がややする格好、内側ついてくる4号艇三好、3号艇川上ホームストレッチへとあります。先頭ですがわずかに優勢は2号艇メンドリ深夜、2番手内側から4号艇三好が逆転、3番手に1号艇三島となっています。目下のところ2番4番1番でレースは2周目に入っています。2周1マークトップタウンは2号艇メンドリ、2番手内側鋭く狙う4号艇三好、そして3番手バランス、ここは崩れて向こう上面へと確定移っています。目下のところ上2艇は2番4番の体勢となっています。なお後方アクシデントとなっています。2周2マークからホームスレッチ、現在2番4番6番3番5番が旋回ホームへと戻っています。お知らせいたします。1号艇三島誠司転覆失格、1号艇三島は転覆失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。内側の2艇が好スタート、1号艇森高、2コース2号艇大見となっています。1周の1マーク、インから1号艇森高、2号艇大見の差し、3号艇三島は外を行く、内側から5号艇面取りまくり差しは6号艇村越、向こう上面へとあります。まずは先頭は2艇四半リード、1号艇森高和真、2番手争いアウトが優勢か、6号艇村越に内側から2号艇大見、そして5号艇面取りが追走。なお9レーススタートは正常です。一周にマーク2番手争い、内側から5号艇面取り握っていく6号艇村越、切り込もうと2号艇大見ですが外を行った6号艇村越がここは2番手単独、3番手優勢は2号艇大見となっています。目下のところ1番6番2番の体勢、4番手外から追走は5号艇面取りとなっています。レースは2周目1マーク、先頭は1号艇森高、2番手6号艇村越、3番手バランスやや崩れた5号艇面取り、そして内側3号艇三島がくるっと旋回逆転となっています。1番6番3番の体勢となっています。4番手から2号艇大見、そして4号艇古田、後方5号艇面取りが置かれている状況となっています。レースは2周2マーク、先頭1号艇森田が2番手6号艇村越、そして3番手には3号艇三島でホームスレッチとなっています。4番手から接近は2号艇大見翔吾、レースは最終周回へと入っています。最終周回3周の1マークから向こう上面へと確定移ります。お知らせいたします。5号艇メンドリ深夜エンスト失格、5号艇メンドリはエンスト失格となっています。1番2番3番4番5番6番スタートしてきました。ダッシュ2艇がややスリットから出していこうという大外6コース6号艇森野が伸ばしていきますが、その間1号艇栄田が逃げるか、刺してきたのは2号艇下川、あとは3、4、5というところですが、2号艇ここは下川が差し抜けようかという形、2番手は1号艇栄田と6号艇森野の攻防、離れて3号艇小葉、そして後方に5番、さらに後方4番です。なおスタートは前提正常でした。2号艇の下川トップ、2番手は1号艇栄田が残すか、6号艇森野かという攻防ですが、さあ216か261か際どい2番手争い、レースは2周目に入ります。あとは3番組、そして大きく遅れて4番という形になっています。2周1マーク、2号艇の下川がトップ、2番手1号艇栄田が先に回って、6号艇森野は少しここで遅れを取ったか、上位3艇は216、2番、1番、6番です。後続は離れて4番手に3号艇小葉、そして5番手5号艇篠宮、最後方依然大きく離れて4号艇新田、2周2マークです。2番1番6番の順で2周2マークを旋回、216、2番、1番、6番、レースは最終周回へと入ってまいります。2号艇の下川トップです。4号艇新リードがある、そして2番手1号艇栄田、3番手6号艇森野、2番1番6番で最終1マークです。なおこのカード4号艇新田は不完走失格です。4号艇新田は不完走失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。
スタートしてきました。1号艇竹重あるいはスリット後3号3号艇寺田、この辺り注目の2人ですが、さあ3号艇寺田ここは行かせてのまくり出し、1号艇竹重はやや流れた、さらにまくり出してきた4号艇広継ぐというところですが、後半ちょっと2番6番持ち合ってあとは5番というところですが、2号艇はアクシデント模様です。なおスタートは前提正常でした。2号艇片岡は転覆失格、2号艇片岡は転覆失格です。ただいまより第8レースの開始です。なお第8レースは月島様によります冠協賛レース月島コーヒー1周年記念戦とタイトル付けられています。なおこの第8レース2号艇で出場予定でした新田和則選手は前半レースで負傷のため欠場となっております。1番3番4番5番6番です。スタートしていきましたが、スタートは判定中、スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。6号艇の重富優也フライング返還欠場です。6番に関する投票は発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。続いて周回展示を行います。1番日高逸子、2番武藤彩子、3番船越桃奈、4番米丸萌、5番川原あゆみ、6番あの量、以上のメンバーです。米丸萌衣選手アクシデントとなりました。前提一旦ピットに帰投しまして、改めて周回展示を行います。4号艇の米丸萌衣選手アクシデントとなりました。前提一旦ピットに帰投させ改めて周回展示を行います。しばらくお待ちください。第6レースを行います。なおこのレースに出走予定でした4号艇の米丸萌衣選手は
周回展示で落水のため欠場いたします。いけません。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。優勝戦の第12レース6選手さ踏み込んでいるスタート。1幕の攻防戦、逃げる1号艇の岡崎康弘、3号艇の宇流正義がまくる、刺すのが2号艇の枝尾勝、逃げています。1号艇の岡崎がトップ。スタートは前提正常でした。先頭1号艇岡崎、2番手は2号艇枝尾が一歩前、僅差に他4艇で2マーク。トップは1号艇岡崎、2番手5号艇の新海先行した。外が3号艇の瓜生、内側からは2号艇の枝尾。レースはこれより2周目入ります。なお2マーク付近1艇アクシデント発生、現在5艇が競争中。お知らせします。6号艇溝口美希也転覆のため失格、6番が転覆のため失格となりました。